香港国際空港、香港国際空港、香港国際空港は香港にある国際空港である。現地ではチェクラップ国国際空港とも呼ばれる。かつての京都区空港の正式名称とそれに割り当てられていた IATA 空港コードの HKG と ICAO 空港コードの VHHH を継承した。 アジアのハブ空港の一つとしての地位を確立しており、2015年の年間乗降者数は約6、800万人で、ドバイ国際空港、ロンドンのヒースロー国際空港に次ぐ世界第3位、貨物取扱量においては世界第1位と世界屈指の規模を誇る、世界最高の空港の一つと評価されており、イギリスのサービス調査会社のスカイトラックスが、 毎年発表する D ワールドデストップエポーツにおいて2001年以降何度も世界一の空港に選出されていたものの2012年は3位2013年から2015年はいずれも4位とここ数年は横ばい気味である2016年にはシンガポールチャンギ国際空港インチョン国際空港ミュンヘン空港東京国際空港に次ぐ 世界第5位の空港と評価された。現在の香港国際空港は、慶徳空港、旧香港国際空港、現、慶徳クルーズターミナルに代わる、アジアを代表するハブ空港にふさわしい設備を持った国際空港として建設された。慶徳空港は、香港の中心地から資金の給流にあったものの、敷地が狭く設備が陳腐化していた。 京都区空港の時代は、着陸侵入中の旅客機が機体を大きく傾けつつ、急流後公園上空近辺で機体を右旋回させ、ビル群すれすれの高さを飛行して滑走路13に着陸する通称、香港アプローチが知られていた。機体操作には高度な技術が要求され、近隣住民にとってもその騒音は無視できない問題だった。1980年代後半までに、 京都区空港はすでに処理能力の限界を超えて稼働されており、しかも地理的な状況から拡張は不可能な状況にあった。そうした中で、イギリスから中華人民共和国への香港返還を控えて、異例の政治家出身の香港総督となったクリストファー・パッテンは、1992年の着任早々に新空港の建設を決定した。 九流半島の西に位置するランタオ島沖の赤、角島、チェクラップ国島を削って、そこで得た土砂で赤角島と付近のいくつかの岩礁の間を埋め立て、これをさらちにしてランタオ島に隣接する12.48、軽平方メートルの空港島とし、3800メートルの平行滑走路2本を備えて24時間空港とする。さらに空港と香港市内の間には、 空港連絡鉄道を新設して、空港、ターミナル日と直結させる。しかも、これを1997年7月1日の香港返還までの5年という、極めて短い期間で完成させることを目的とした、壮大かつ意欲的な一大プロジェクトだった。イギリス統治下における最後の大事業として、イギリスの建設会社を中心に建設工事が行われ、 1997年7月1日の香港返還当日に開港するというイギリスのおき土産となるはずだった新空港の完成はチェクラップ国等の土木工事より工事工程が遅延その後各工事工程による遅延が発生し実際には誰もが予想したように遅れ込むことになったしかし誰も予想しなかったほどの小規模な遅れで1998年春頃までには 完成のめどが立つに至った。1998年7月6日、新たに香港国際空港は開港となった。これにより、長年アジアの中継空港、そして香港の空の玄関として機能していた、京都区空港、旧香港国際空港は平港となり、73年の歴史に幕が下ろされた7月5日の発着日をもって運用終了。 京都区空港での最終運用終了後、新旧両空港を結ぶ高速道路から一般車両を締め出して、翌朝の新空港における始発便までの6時間ほどの間に京都区空港に到着した機体、本来ならばナイトスペース機体が新空港へ改装され、そして空港関係機材のすべてが大型トラックや船舶で新空港へ移動された。 ギネス世界記録が最も高価な空港と認定する様に6年の歳月と200億ドルの拒否を費やした新空港の建設は古今を通じて史上最大の空港建設プロジェクトとなっている。計画から約1年遅れの1998年7月6日に開港したもののアメリカのデンバー国際空港やタイのスワンラプーム国際空港など 新開港する大規模国際空港によく見られるように、開港初日からトラブルが重なった。特に開港当日は、コンピュータシステムの故障や操作ミス、停電まで発生し、運航便の遅延や乗客の荷物の紛失などが多発し、空港は大混乱に陥った。旅客サービスについては、次第に落ち着きを見せていったものの、航空貨物の処理は、 コンピューターシステムの導入により、処理の速さが売りだった、旧、京都空港よりも早い処理が実現するはずだったが、トラブルによって全く機能せず、大量の貨物が滞留する事態が発生したため、一旦閉鎖した、京都空港の貨物ターミナルを一時的に再稼働させる事態に見舞われた。半年後、事態はようやく収束、新空港の貨物ターミナルが正常に稼働し始めた。 滑走路はオープンパラレルで海側 07L25R3800 メートルと陸側 07R25L3800 メートルとに2本が整備されており両滑走路両端に ILS が設置されている。京都空港、現在平港における13側からの着陸、通称香港カーブあるいは31側からの離陸とは違い。 両滑走路両端とも先に発着に支障となるような障害物は特になくパイロットの負担は軽減された。運用は原則として海側の滑走路で着陸機、陸側の滑走路で離陸機の処理が行われている。ただし例外として貨物専用機は陸側の滑走路で発着の処理が行われる。これは貨物専用スポットよび貨物専用ターミナルが 陸側滑走路からさらに陸側に位置していることから安全面で配慮したものである。もし海側の滑走路で貨物専用機の着陸を処理すると貨物専用ターミナルに行くために陸側の滑走路をまたぐことになり離陸機との交錯が起きる最悪の場合は衝突事故も起こりうるからである。また2023年までの完成を目標に 海側滑走路の近隣を埋め立てて、第三滑走路の建設が進められている。193億ドルという莫大な事業費が見込まれているが、完成後は年間旅客1億人、発着回数62万回と、世界有数の規模を収容できる予定という。各ターミナルの出国審査ゲートから遠方のスポット、ミッドフィールドコンコースまでの間は、案内機上式鉄道、 香港国際空港新交通システムが使用され、自動運転を行っている。空港には ATM、HSBC、中国銀行、シティバンクトラベレックスなどがあり、クレジットカードやデビットカードなどで24時間現金を引き出すことができる。一部の ATM は香港ドルだけでなく人民元も引き出すことができる。トラベレックスが運営する。 両替所が空港内の数箇所に設置されていて、現金での両替ができるが、現金での両替は ATM を利用するよりもレートが悪い。49箇所の搭乗ゲート、およびバス搭乗ゲートがある。デザインは、イギリスの著名な建築家であるノーマン・フォスターによる基本計画をベースに、空港公団による実施設計と設計管理が行われた。日本の前田建設工業、A、 中の企業の5社の JV で施行。ターミナル内には、数多くのレストランやカフェ、土産物店があり、特に発着エリア内にはベンゼーや本屋、シャワールームなどのほか、エルメスやカルティエ、シャネルやダンヒルなどの高級ブランドや、上海などや、ボッシーニなどの地元の有名ブランドのブティックなど、様々な種類の店舗を揃えているほか、各航空会社のラウンジや有料で使用できる、 シャアなどの設備が用意されており、長時間の乗り継ぎの際も退屈しないような工夫がされている。ターミナルの大部分のエリアで無料 Wi-Fi が利用できる。深夜帯にはほとんどの店舗が閉店するが24時間空港であることから一部のラウンジやシャワー、日本のラー、メンチェーンである味鮮ラーメンなどの一部のレストランや物販店、セブンイレブなどは営業している。 2007年2月28日に開業した出発専用のターミナルである。搭乗ゲートはないため、出国審査後、ターミナル1にある搭乗ゲートへ、地下の鉄道で移動する。出発時にターミナル2を利用する、航空会社でも到着時の入国審査等はターミナル1を利用する。拡張工事が予定されており、将来は到着ターミナルとしても機能する設計になっている。 なお出国手続きはターミナル2内で行うだけでなく、チェックイン後ターミナル1へ徒歩で移動して手続きしても構わない。130を超える店舗が揃っているショッピングモール、スカイプラザや飛行機をテーマにした博物館、アビエーションディスカバリーセンターなどの施設もある。NSC 北衛生客運動2009年12月に開業した 10カ所の搭乗ゲートを持つ小型機専用の搭乗施設である。ターミナル1、またはターミナル2で出国審査後、ターミナル1の地上階からシャトルバスで移動することになる。小型機専用であるため、格安航空会社の利用が多い。MFC、中乗客運動を2015年12月に開業した。19カ所の搭乗ゲート、バスゲートを持つサテライトである。 各ターミナルからは地下の鉄道で結ばれている。大規模な航空貨物ターミナルであるスーパーターミナルやアジアエアフレートターミナルなどの複数の貨物ターミナルが置かれており、ハブ空港として使用しているキャセーパシフックカーゴやエアホンコンの ANA カーゴやフェデックス、UPS など多数の貨物航空会社が使用している。第一ターミナルと 第2ターミナルに直結したリーガルエアポートホテルがあるほか、近隣にはスカイシティ、マリオットやノボテルシティゲート、香港など複数のホテルがある。空港内には香港エアクラフトエンジニアリング、ヘイコ、中国語の航空機メンテナンス施設があるほか、空港敷地に隣接して、キャセイパシフィック航空の機材整備施設や本社機能、訓練施設などを持つキャセイシティ、 キャセイシティ、国体上、が設けられている。E チャンネルと呼ばれる自動ゲート、旅客自助出入座検査系統が設置されている。指紋を事前登録することで、機械による審査で意義で供することができる。香港身分証を所持する香港居住者、外国人含む向けのサービスであるが、マカオの永住者、香港国際空港を経由し、 過去12ヶ月に3回以上香港を訪れた旅客、航空会社のマイレージサービスの上級会員も申請利用することができる。2018年10月時点において、香港国際空港のほかに、ラコ、クレナイ、ラクバス、香港入居のみ、ラクバス支線、新鮮湾、文金渡し、砂東角、中国客運馬等、港沖客林馬等、京都区、和場等、 トンモンカクウン鉄西急流、港玉、沖大橋でも利用可能である。登録申請は、香港国際空港での入居時に、専用窓口にて申請する、もしくは、ワンチャイの香港入居事務所7階にある、申請窓口に出向いて申請する、のいずれかである。香港国際空港を経由し、過去十二ヶ月に三回以上香港を訪れた旅客は、ハキア、 フリークエントビジターカード、中、と呼ばれるカードを申請することができた。しかし、e チャンネルの普及により、新規申請は中止されている。このカードを取得すると、香港空港における入居審査及びで境審査において、覇気やフリークエントビジターカード保持者専用レーンに並んで、中華人民共和国香港行政区へ出入行き、することができた。レーンの付近には、 空港職員が認識端末を持って待機しており、カードを職員にスキャンしてもらった後専用レーンを通過する。入国、出国のスタンプは通常の審査と同じくパスポートに応印されいた。12歳以上のすべての出国者に対し120本コンドルが徴収される。他、空港建設費として出発客からは90から180本コンドル。 乗り継ぎ客からは70から180本コンドルが徴収される。共に航空券発券時に徴収される。ユナイテッド航空、タイ国際航空、シンガポール航空、ブリティッシュエアウェイズなどの主な乗り入れ航空会社は、ファーストクラスやビジネスクラスの乗客、マイレージ上級会員などのためのラウンジを運営しており、特に香港国際空港をベースにする。 キャセイパシフィック航空は、ザウイングとザピアの2つのラウンジを運営しており、世界有数のカウンターの長さを持つバーや、スパなどの様々なサービスを用意している。また、複数の航空会社共同のラウンジや、クレジットカード会社の上級会員向けラウンジ、航空会社や利用クラスに関わらず有料で、利用できるラウンジ、プラザ、プレミアムラウンジも複数設けられている。 中国国内の国際空港では、中国の出入国に関する法令により、たとえ国際線同士相互の乗り継ぎであっても、一旦中国の入国、出国審査を受ける必要がある。しかしこの空港では、この空港がある、香港自体が中国への返還後一定期間にわたり、中国本土と異なる行政、法律、経済制度の維持が認められていること、一国二制度を背景に、 中国国内の国際空港としては、例外的に入国、出国審査を別途受けることなく所定の保安検査を受けるだけで、国際線同士相互で乗り継ぐことが原則可能である、乗り継ぎ便への搭乗手続き、チェックインが済んでいない旅客のために、乗り継ぎカウンターも別途用意されている。キャセイパシフィック航空とその傘下のキャセイドラゴン航空、香港エクスプレス航空、エア香港、 海南航空系列である新興航,航空会社の香港航空がハブ空港としている。かつての京都区空港は市街地にあったことから交通アクセスに優れた空港であったが新しい空港は市街地から遠く離れた場所に新設されるためできる限りアクセス時間を短縮し旅客の不便を軽減する様に整備された。空港内に機場駅があり 白覧間駅と香港駅、MTR 中間駅に直結を、機場駅、西駅、急流駅経由で結ぶ、機場外線、エアポートエクスプレスが運行されており、機場香港間の所要時間は、約24分、10分間隔で運転されている。急流駅、香港西急流駅から高負荷志向、高速鉄道にて、新鮮や甲州へとつながっている。 ランタオ島北部から、西園駅にかけての走行路線は、MTR 東優線と共通だが、東優線は空港には乗り入れておらず、途中で分岐する。なお、到着ロビーから、鉄道駅の間には階段などの段差はなく、荷物を持ったまま円滑に移動することが可能である。また、機上回線の利用者は、香港駅、九龍駅のチェックインカウンターで東空港。 出発便のチェックインを行うことができ、その際に受託手荷物を合わせて申し込むことも可能である。ただしピーチなど当該チェックインサービスを提供していない航空会社も存在する。香港のタクシーは運行地区別に車体の色が分かれている香港島、九龍地区と深海の内青屋奥、湾区、ランタオ島池を除くはランタオ島内は 前述以外の深海はため、利用者は目的地に応じたタクシー乗り場から乗車することになる。なお、それぞれの運行地区からであれば、香港国際空港へは、すべてのタクシーが行くことができる、港の交通タクシー参照。所要時間は中間だと40分程度、急流だと30分程度、深海だと25分から50分程度。なお、関東語が話せない、 旅行客を対象に追加料金を多く徴収したり到着後にメーターを切るなどの方法で料金をごまかすドライバーが増えているため香港国際空港において乗車する際はタクシー協会の係員がナンバーを控えたカードを乗客に渡すようになっている空港から中国本土まで乗り合いタクシーのスキーリモが運行されているスキーリモでは香港と本土の国境で 入国審査の後、別の車への乗り換えが必要。乗り合いタクシーであるため、客を順番に降ろした上で、乗車時に依頼した場所で降ろしてもらえる。中国本土側から乗る場合は国境までが、通常のタクシーで国境から乗り合いになる。時間帯によっては入国審査の車の待ち行列に、非常に長い時間がかかることがあり、鉄道、非常回線、高不可思考高速鉄道や、 高速船の方が所要時間がより一定である。空港に隣接した回転客運不当、スカイピアからターボジェット、玉江客運などによって、マカオや中華人民共和国本土を結ぶ高速船が就航している。現在は、マカオ、アウターハーバーフェディーターミナル、タイパフェディーターミナル、四海、九州港、中山、中山港、東岸ンン、古門港、新鮮福永港、 蛇口クルーズセンター、広州、南沙港へそれぞれ運航している。高速船利用の場合は、香港に出入国せず、直接、マカオや中華人民共和国本土にて、出入国することになる。このため、船との乗り継ぎは、香港国際空港の出国及び入国審査場を、通らないでの利用とな、香港へ出入国すると利用ができず、また、 空港で迎えなどの目的での利用もできない。空港からのチェックイン、乗船手続きは、出港1時間前に締め切られるが、飛行機で預け入れで荷物がない場合は30分前まで可能である。なお、自宅手荷物は、船会社職員が代理で受け取り船内に運ばれる。チェックイン後、アプムでスカイピアへ行き、乗船する。 マカオや中華人民共和国本土から乗船する場合は船の出港1時間前でかつ飛行機が出発する3時間前までに乗船チェックインすることが求められるこの場合乗船する港において出国審査も受けることになるスカイピアに着くと各航空会社のチェックインカウンターがありそこでチェックインを行った後セキュリティチェックを受ける航空券購入時に 香港空港の利用税を支払っている場合は、セキュリティチェック後の払い戻し、カウンターでチェックイン時に受け取った滞税票と引き換えに現金払い戻しを受けることができる。スカイピアからは、アップムで直接空港ターミナルビルの出発ロビーに向かう。なお、この東空港発着高速線との預け入れ荷物の乗り継ぎ取り扱いについては、格安航空会社、 LCC を中心に一部の航空会社で取り扱っていないので注意を要する。例えば、ピーチアビエーションは取り扱いがない。乗り継ぎ取り扱いを行っている航空会社の一覧が航空港ウェブサイト内にて掲載されている。飛行機で香港に来る場合、飛行機への預け入れ荷物は入国審査後に受け取るので、提携していない会社は入国が必要だが、 飛行機への預け入れ荷物がない場合は入国審査せずにフェリーのチケットカウンターへと向かえ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。